こんにちは、サードラです。今回はこちらですね、新限定として追加されたパルフェなんですけど、このキャラがかなり強すぎて、今来てるこの討伐戦のグラビモス・ティガレックス・ラギアクリス、これの超級のオート周回がかなり安定しても、ほぼ勝率 100% で回せるっていう風になりましたので、今回はパルフェを使ったグラビ・ティガレックス・ラギアクリス、これの超級オートパの周回解説をさせていただこうかなと思います。はい。で、まずティガレックスからですね、超級をやっていくんですけど、パーティーに関してはこちらですね。まずエリオン、リオレース、シオナルガクルがパルフェにラギアクリスを合わせてまして、まあ、基本的な立ち回りに関してはもうオートなんですけど、エリオンシノで相手の HP を削っていって、パルフェのウォームフルペッコで回復して待機をさせていくっていうイメージになります。で、ステータスはこんな感じですね。上から、攻撃が2123、1952、パルフェが1598っていう風になってまして、まあ、装飾品カゴに関しては攻撃重視で振ってあげるといいのかなと思います。はい。で、代用枠なんですけど、代用枠に関してはエリオン、リオレースの枠もしくはシノナルガクルガの組み合わせに関してはライラでも代用することができますので、もう基本的な考え方としては雷アタッカー2体プラスパルフェでやれば、まあかなり安定してできますよという風になってます。はい。でこれで実際にやっていくんですけど、一応まあここでパルフェを使うメリット、基本的には僕雷アタッカー3体で周回したんですけど、その方が早くターンは終わります。ただパルフェを入れることのメリットっていうのが、ワイルドラッシュをもらったとしても安定してクリアすることができるので、まあ寝てる間のオートとかですね、負けたらどうしてもやっぱりスタミナが無駄になっちゃうので、まあスタミナを無駄にしたくないっていう方はこの編成でやってもらうと、まあ僕は今のところ1回も負けてないので、もう勝率 100% でワイルドラッシュ引いても勝ってるんでいいのかなと思います。で、2ターン目ですね、ダイダルバレットもらって、で、パルフェに関しては、ある程度 HP が減らないとウォームフルペックを使ってくれないので、最初は通常殴りになります。で、これで削っていって、相手はバフですね。で、ここもまだ HP が削られてないんで、パルフェは通常殴りで、シノは通常殴りですね。で、4ターン目。この辺りから、相手がバフを耐えた後の全体技をこんな感じで使ってくるので、ここから入るかなと思うんですけど、まずネオブレードクルス、ウォームフルペッコ。これですね。で、回復で耐久ができるようになるので、ここからどんどん回復しながら削っていくって感じですね。で、全体もらってエリオンは転ぶんですけど、まあ、こんな感じでウォームフルペッコで毎ターン回復を入れていきます。で、万が一、ワイルドラッシュが来た時ですね、が、1体倒れちゃうことがあるんですけど、それでも全然2対1でも倒せるぐらい耐久ができるので、まあ、そこは安心してもらえるといいのかなと思います。で、このいいところが、転倒で転んでもちゃんとリジェネは入ってくれるんですよね。それがかなり美味しいので、行動できなかったとしてもちゃんと毎ターン回復はしてくれます。で、今6ターン目ですね。7ターン目。入るんですけど、ここで相手が一応バフが切れてるので、バフフェーズになるのかなと思います。あ、ダイダルバレットですね。この次か。この次ですね。で、ウォームフルペッコで回復してあげて、で、4通常殴りですね。はい。で、ここで SP がまた60溜まるので、アタッカー2体は攻撃技を使っていって、で、ここでバフフェーズですね。で、HP 見ていただきたいんですけど、味方全体、まあ、エリオンが一番低いんですけど、それでも1600近く HP がある状態になるので、まあ、これでワイルドラッシュ食らっても全然耐えてくれます。で、耐えた後に一応リジェネとウォームフェベッコ自体の回復量でまた耐久ということができるので、まあ、基本的に負けることはないのかなと思います。で、10ターン目ですね。ここで来るかな、ワイルドラッシュ。来ましたね。こんな感じ。ワイルドラッシュ食らっても全然耐久できるので、ちょうど飛んできてくれましたね。ラッキーなんですけど、まあ、こんな感じでワイルドラッシュをもらっても、今までの編成だとワイルドラッシュをもらっちゃうとどうしても勝てないっていうシーンがあったんですけど、こんな感じで安定してクリアすることができますので、まあ、スタミナを無駄にしたくない方ですね。もちろんアタッカー3体でやれるちょっと、まあ、3ターン4ターンぐらい伸びちゃうんですけど、まあ、安定性を取りたい方はこの編成でやってもらえるとめちゃめちゃいいのかなと思います。っていうのがまずティガレックスですね。はい。で、続きまして、ラギアクルスの超級になるんですけど、パーティーはこちらですね。まず、マガスキにディノバルド、ダライアスにディノバルド、パルフェにグラビモスになってます。で、この代用枠からなんですけど、まず、マガスキ、ダライアスの枠に関しては、火力が出せるライダーであれば全然代用はできるので、まあ、空母だったりとか、フレデリカ等で代用してもらえるといいのかなと思います。で、逆にフレデリカの方が、レイジング、
インパクト、これの方がダメージ効率はいいんですよ。なので、まあ、ただ僕フレデリカを持ってない方もいるかなと思って、今回一応ディノバルドで攻撃技を染めてるんですけど、フレデリカ持ってる方はどちらかをフレデリカにしていただいて、フレデリカの60技でやってもらった方がより安定します。で、まあ、一応僕の場合は今回ディノバルドの攻撃技を2本使ってるんで、ライダーは基本攻撃型かければ誰でもいいですよって内容と、パルフェのグラビモスに関しては、このグラビモスが今回かなりラギアクレスに刺さるお供になってまして、過去動画でも触れたんですけど、雷耐性が 50% あって、一応特性で麻痺耐性が 50% ついてるんですよね。なので、まあ、ヒーラーが麻痺するとちょっと痛いなっていうシーンがあるので、まあ、そういったのを防ぐためにグラビモスはパルフェに合わせてるっていう感じですね。はい、じゃあこれも実際にやっていきます。で、一応装飾品カゴ等に関してはもう同様ですね。アタッカーは攻撃重視で振ってあげて、パルフェは回復重視、まあ、HP だったりとか賢さ重視で装飾品カゴを振ってもらえるといいのかなと思います。で、相手初手バフ耐えてきて、ここは通常殴りですね。で、これも同様で HP が減るまではウォームフルペッコは使ってくれないので、最初は通常殴りをどんどん打っていくようになります。で、2ターン目で、ラギアクルスの編成組む場合ですね、フレデリカ持ってる時は60の方が結局いいんですけど、もしそれ以外でやる場合は、5ターン目ですね、5ターン目にラギアクルスって自動で防御バフが切れるんですよ。なので5ターン目にちゃんと大技が合うように SP セットしてもらえるといいのかなと思います。なんで、まあ、このディノバルドであれば SP が70なんで、ちょうど今4ターン目で50なんですよね。で、次80溜まって、相手の防御バフが切れた瞬間に、まあ、マガツキ麻痺ってできないんですけど、切れた瞬間に大技を打つっていうムーブが取れるので、まあ、そういった調整を、ここですね。ここで相手のバフが切れてるので、まあ、痺れちゃってできないんですけど、こんな感じで大技を合わせてあげるとよりダメージ効率は伸びるのかなと思います。で、ここもウォームフルペッコですね。で、一回発動してしまえば、そこからずっとウォームフルペッコを HP 回復しても使ってくれるので、で、こんな感じで SP も溢れちゃって麻痺ももらってるんですけど、全然安定してクリアすることができます。で、ディノバルドも殴りですね。で、アタッカー3体で詰めればもちろんもっと早いんですけど、もう今7ターン目、まあ、麻痺が入ったんですけど、今ここでやっぱ半分を超えるかなって感じですね。で、結構今までの編成でやると、もう麻痺して SP が溢れたら結構負けパターンっていうのが多かったと思うんですよ。ただこれもウォームフルペッコのおかげで、一応耐久ができるんで、溢れても全然時間かけて安定してクリアができるっていう感じですね。で、海流の怒りもらって、通常殴りですね。で、ウォームフルペッコがあるのかな？通常殴りですね。SP が足りてないので。で、9ターン目。ここで次、マガツキは溜まるので、爆滅陣ですね。爆滅破か。で、大体まあ、麻痺が、ダラヤスの麻痺がなければ9ターンとかで終わると思うんですけど、今回麻痺が入っちゃってるので、まあ、ちょっと長めになるのかなと思います。で、10ターン目ですね。通常殴り入れて、海流の怒りですね。で、504とか食らってるんですけど、今一番 HP が低いマガツキでも800はあるので、まあ、全然耐久してくれます。で、これでも1000に乗るので、で、11ターン目ですね。で、マガツキがここで80溜まるんで、爆滅波を打って終わりですね。なんで、まあ、さっき見てもらった通り、麻痺もちゃんと引いても全然安定してるので、まあ、この編成でやってもらえるといいかなと思います。はい。はい。で、最後にグラビモスなんですけど、グラビモスに関しては、編成がこちらですね。空後にティガレックス、ダラヤスイナルが来るが、パルフェにグラビモスになってます。で、一応大王枠なんですけど、大王枠に関しては、ダラヤスの枠は火力が出せるライダーであれば誰でもいいので、フレデリカだったりとか、マガツキで代用してもらえるといいのかなと思います。で、ステータスはこんな感じですね。上から攻撃が2236、2252、1598になってます。ですね。で、装飾品カゴは攻撃重視で、アタッカーに体を振って、パルフェは耐久で振ってるっていう感じですね。で、一応理想を言うんであれば、パルフェのお供枠、僕今回グラビモスでやってるんですけど、グラビモスが非耐性が25しかないんですよ。なので、できればティガレックスとかでやってもらった方がより安定はするのかなと思います。ただちょっと僕はちょっと譲渡チケットがもったいないので、このままでやっていきます。
で、グラビモスは今回来てる超級の中で、まあ比較的簡単なのかなと思うんですけど、一応まあ回復フェーズがあって、そのターンは殴ってこないんですよね。その間こっちはパルフェの回復の恩恵を受けることができるっていうムーブが取れるので、まあかなり安定するのかなと思います。で、最初これですね。やけどして、まあパルフェは通常殴りですね。で、2ターン目。ここで空母スペシャル回とアサルトレイブが溜まるので削っていきます。で、空母が最初 HP 満タンで相手より先に動ければ迎えることができるので、まあかなり高火力技を打ち込めるのかなって感じですね。で、3ターン目。で、ここは通常殴りで、ダライアスも通常殴りですね。で、相手が単発技使ってきてくれればいいんですけど、全体ですね。発動するかな、これで。あ、しましたね、ウォームフルペッコ。で、ここからはもうウォームフルペッコずっと打ってくれるので、まあ、殴りながらどんどん削っていくっていう風になります。で、空母スペシャル回を入れて、で、一応ですね、装飾品の星5が実装されて SP プラスが出てると思うんですけど、もしできる方は SP プラスを5以上にして空母につけてあげると、9ターン目に空母スペシャル回が一発多く打てるんですよね。で、それをしてもらうことでより安定したりとか早く周回するっていうことができるので、もしできる方は SP プラス5を空母につけてあげるとより早くは なるのかなと思います。で、ウォームフルペッコで回復ですね。で、6ターン目。で、ここで相手は、次か。この次が殴りがないので、まあ、このまま安心して攻めてっていいのかなと思います。で、アサルトレイブですね。で、全体技もらって、今回は、パルフェが落ちちゃったんですけども、あとちょっとなので、ここで相手殴ってこないんですよね。なので、まあ、このままやってもらっていいのかなと思います。で、ここで回復フェーズで殴りがないので、火傷を受けてもらって次ですね。で、リジェネは4ターン生きるので、まあ、このまま回復していって、空母スペシャル回ですね。で、アサルトレイブ入れていって、あとちょっとですね。で、ここで、恩恵が出てきまして、次ですね、SP プラス5を押してるので、ここで空母スペシャル回をもう一発入れることができます。で、これで打ってあげて、クリアって感じですね。はい。なので、まあ、今回ちょっとグラビモスを共にしてるせいで、まあ、パルフェ落ちちゃったんですけど、ティガレックスとかに変えてあげたり、持ってる方はリオレイヤですね。とかにやってもらうと、より安定はするかなと思いますので、まあ、こんな感じで周回してもらえるといいかなって感じですね。はい。ご視聴ありがとうございました。これからもモンスターハンターライダーズの動画ガンガン上げていきたいなと思ってますので、一緒にモンスターハンターライダーズ楽しみましょう、盛り上げていきましょうって方はチャンネル登録、高評価ぜひぜひお願いします。バイバイ。